された方からですね、サイトの運営方法を知りたいですと、サーバーについて、あと中古ドメイン、まあ、ドメインについてですね、ついて、まあ、取得、ドメインの取得について知りたいということなんですけども、まあ、やはりですね、中古ドメインの方がいいですね。3ヶ月ぐらい、普通だったら新規ドメインだとアクセス来るまで時間かかるところ、まあ、ちゃんとした中古ドメインを選ぶと、もうすぐに、まあ、極端に言えば翌日からにもですね、アクセスが来るというところなので、まあ、あの中古ドメインの選び方っていうのはなかなかあの骨太でですね、難しいところあるので、まあ、僕の方で LINE で連絡いただければ、あの選定の方をさせてもらいます。僕も、まあ、何度も何度もですね、たくさんのドメイン取得を経験して、あのかなりサーチ方法と見抜ける目を持ったといいますので、まあ、あとサーバーはですね、コストかけたくなければロイポップでいいのかなというふうに思います。まあ、中古ドメインと、ロールポップのサーバーで、まあ、始めるっていうのが、まあ、一つサイト、ワードプレスの始め方ですね。中古ドメインの取得についてですね、ご相談。